長崎県諫早市のビッグモーター田波店です。国交省の立ち入り検査がこれから行われます。国交省の立ち入り検査は今朝9時から諫早市多良見町にあるビッグモーター多良見店でも始まりました。外部弁護士による特別調査委員会の報告書によりますと、おととし34店舗のビッグモーターで行われた板金塗装案件44,788件から無作為に抽出した2,717件を検証したところ、多良見店では50件のうち18件、36% が不適切な行為と疑われる事案と確認されたということです。立ち入り検査では従業員から話を聞くほか、整備記録の確認が行われ、道路運送車両法に違反する行為が確認された場合、国交省が整備場ごとに認められた車検場の指定の取り消しや事業の停止などの行政処分を検討することになります。